こんにちは、ティンズロードビデオナンバーセブンです。本当でしたらば私の隣には新人レポーターとして頑張る予定のさゆりちゃんがいるはずなんですけども、やっぱり体の具合が良くないみたいなんですよね。それで本人も、これ以上スタッフや見ている皆さんに迷惑をかけちゃいけないということで、レポーターを降りることになっちゃったんですけども、残念なんですけどね。私も2人でさゆりちゃんとやれることを楽しみにしてたんですけども、体のことですから仕方ないですね。でも落ち着いたら特別レポーターとして登場してね、さゆりちゃん。というわけでして始まりましたティーンズロードビデオですけども、やっぱりね私一人が寂しいので、今日はですね本当に懐かしいゲストを呼んでるわけなんですけども、皆さん誰だと思いますか？私もちょっと緊張しちゃってるんですけども、初代レポーターとしても活躍してくれました元浦和レーシングのともかさんです。こんにちは。こんにちは。ねえ、お久しぶりですけど元気でした？皆さんどうもお久しぶりです。ティーンズロード初代レポーターをやらせてもらってたきみこです。私が辞めてからもティーンズロードビデオは楽しく拝見させてもらってましたよ。なんかね、今日はもう久しぶりだから私も緊張してるんだけどね。そうでしょうね。皆さんもティーンズロードの方で読んでびっくりしたと思いますけども、なんともう実は結婚されて赤ちゃんまでねいるということなんですけども、おめでとうございます。ありがとうございます。おかげさまで6月25日に無事に女の子が生まれまして、名前は彩香っていうんですけどね、とりあえず今はすくすくと育ってます。そうですか、はい。本当おめでとうございます。はい、じゃあともこさんはお母さんなんですね。そうね、信じられないけどね。本当にね。はい、じゃあ今回はともこお母さんと一緒にやっていきたいと思いますけども、今回のスペシャル企画としてともこさんのね結婚式の模様や子育ての様子などもレポートしてありますので、楽しみにしていてください。はい、じゃあともこさん久々に一緒にやってください。はい。全国カットビーグランプリ。久々だから緊張しちゃうね。そうですよね。はい、まず今日はね最初のチームは福島ヴィーナスと茨城の毘沙門天というチームをお送りするんですけども、はい、2チームともね、いろんな意味ですごい面白いんですよ。久々だからね、なんか楽しみだね。そうですね。それじゃあスタート。ですね、今日は福島県和平のレディースヴィーナスに会いに来てます。今日ここで待ち合わせなんですけどもね、皆さんいるでしょうか？あ、いたいた。皆さんこんばんは。ちょっと、ちょっと新しいですけど行ってきます。
まだ始まってないの？それが総長がまたなんですよ。そう、まったく何時だと思ってんだよ。時計なんか持ってねえべって。あ、なんだっぺあれ、お化けか怪獣か雪女が。いいや、総長だっぺ。役者じゃん。何、こういうノリみんな好きなんだ。そうですね、普段いつもやってるような感じで。あ、ほんと。結構さ、ほらね、レディースの取材っていうとさ、みんなカチッとしてさ、後半っぽく決めたいがあるんだけど、みんなこういうの好きなんだ。うん、大好きだよ。嘘、なんで。なんでっていうことはないよね、別にね。結構みんなおとなしくね、するのができない方だから。嘘。そう、なんか替え歌もあるんだもんね。やってやって。いや、キビーナス、イエイ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 、めっちゃかわいい、イエイ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 エイ、イエイ全開、イエイ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 、バリバリ、イエイ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 、だからよろしく、イエイ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 。チッキー。イエイ。ということでしてね、じゃあ真面目にインタビューしたいんですけども、このビーナスっていうのはいつできたんですか、きっかけは。これは初代の先輩らが去年の冬ですか、元旦に走り始めて結成されたチームです。で、メンバーは今どのぐらい。メンバー今 10人弱ですね。そのくらいいます。何代目になるのかな。私らが2代目と3代目。いつ結成されたんですか。去年の正月。本当ぴったり正月です。じゃあ最初にそのビーナスとしてやった活動っていうか集会っていうのもやっぱそう、元旦集会。元旦集会、単車で。あ、車だけ。本当に総長やってどう。結構最初襲名された時はできるかなと思ったんですけど、こうやってみると結構できないもんでもないな、私にもできるなみたいな。どうして総長になったの。どうやって決めたんですか。それは初代の先輩らが決めてなって。やっぱどういうことしてるのが一番楽しい。やっぱみんなでね、集会の時とかこう騒げるのが一番楽しいですね。本当。ねえねえねえ、彼女どういうことしてる時楽しい。みんなで騒いでる時。騒いでる時やっぱり走りも騒いでる時も楽しい。いや、もう 寒さなんか全然関係ない。あ、もう関係ないですね。集会っていうのはどういうペースで行われてるんですか。あ、週1です。週1、で、どういう感じで走ってるのかな。ここら辺一帯の族みんな集まって走るんですけど。じゃあ彼女に聞いちゃうかな。彼氏とかはいるんですか。うん、一応いるんだけど、一応とかって一応愛し合ってます。愛し合ってます、うん、です。地元の子。元遠いね。一応新キロの OB で、たまに集会一緒に連れてもらったりするんだけど。本当に。え、みんなはいるんですか、彼氏は。もういるよね、じゃんじゃんバリバリ。じゃんじゃんバリバリいるんだ。そう。じゃあ最後にね、総長のこれからの抱負というか意気込みを。意気込み、うん、意気込みはもう絶対どこにも負けない。ギャグと走ると。ギャグも。もう日本一って感じ。嘘、ギャグも。そう。これなら負けないみたいな。嘘。替え歌もちゃんとあるしね。あるし、うん、もしかしたらこれ CD になるかもしれない。CD になるかもいいね、それね。ということで、今日はビーナスに来ました。イエーイ。ビーナス第3期の直美っちゅんだけど、これからもっと大きくしていくんでよろしく。同じく第3期ゆきこ、根性バリバリなんでよろしく。同じく第3期たまこ、気合入ってくからよろしく。同じく第3期ちゅっつんだけど、これからバリバリやっからよろしく。同じく第3期じゅんこっつんだけどよ、根性入ってくからよろしく。同じく第3期ゆきえっつんだけど、気合全開でいくんでよろしく。第2期みゆき、どこにも負けねえから応援よろしく。第2期ともみ、よろしく。いわきたやら、ビーナス第2期総長の町子っつんだけど、門官ならいつもかいや。
いわき、タイラ、ビーナス、よろしく。毘沙門天に来てるんですけども、毘沙門天といえばヤンキー阿部君で人気があった酒井君がいたチームなんですけども、今日はちょっと酒井君来てないみたいなんですけども、ないんですけども、現役の人たちにインタビューしたいと思います。今何代目なんでしょうか？31期です。31期、メンバーはどういうメンバーが？地元の走りたいやつだけで集まってやってます。で、周回は大体どのぐらいのペースで？週に1回ぐらい。週に1回、はい、すごい。なんか皆さん単車にお金かけてるようなんですけども、だいたいどのぐらい費用としてかけてるでしょう？だいたい平均20ぐらいだと思います。時間もかかってますよね、もちろん。かかってる単車はかかってますけど、かかってない単車はかかってないと思います。メンバーは何人ぐらいなんでしょう？だいたい30人ぐらいです。30人ぐらい、はい。年は？私は16、17ですね。16、17、はい。おまわりさんとかそういうのうるさくないんですか？うるさいです。下うるせえ。本当じゃねえよな。昨日まで嫉妬を繰り返したら。平気なんですか？今ビビってます。今冗談で。いや、ここにもちょっとビビってます。はい、それでもやっぱり、あの暴走とかやめませんか？やめません。はい、俺の命だ。じゃあこれからのこう目標というか。目標は日の出だな。日の出みんな気合い入れてやりたいと思います。あとは？あとはやっぱ適当に女作ることですか？え？何言ってんだよ。女作ること？違います。あの規則とかはあるんですか？規則、アンパン。アンパン禁止、はい。やっちゃった人はどうなるんですか？やっちゃうから破門です。破門。仲間外れ。仲間外れ。それで終わり？いや、無事まして。ここの中で看板車、毘沙門天の。看板車は、あの向こうの門天竹槍の。これは誰でしょう、持ち主は？持ち主の人、昔から伝わってるんだ。どのぐらい前から伝わってるの？5つ上の人から。じゃあどうしてこれ乗ることになったの？竹槍だけが。あ、竹槍だけが。なんで彼が持つことになったの？親戚？その他には？その他はやだよ。どれ？やっぱこっちだ。僕塗装しました。これ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 兄弟でしょ？違いますよ。違う兄弟でしょ。これ見てください。ゲップしないでよ。みんな看板車って感じですけどね。これ女に受けそうじゃない？これだっぺよ、このゲップだっぺよ。これレディースも受けそうだっていうことなんですけど。傷？あ、眉毛？違います。これこんな眉毛ないじゃん。傷ですよ、傷。一言。よし、恥ずかしいです。では総長、最後に兄弟一言。これからの毘沙門天キャリティアからよろしく。よろしく。ありがとうございました。俺の単車の自慢はここだ。
タンシャン自慢は塗装のリバーシブル。自慢は CBR にアッパーがくっついてることと、あとこのミラーボールとカーステ。このタンシャンの自慢はパープルでシンプルに仕上げたカラーリング。このタンシャンの自慢はモンテンターゲット。このタンシャンの自慢は塗装と、あとやっぱ調子いいとこっつうどうですか、こんなもんです。ビシャモンテンよろしく。八千代ビシャモンテンよろしく。ビシャモンテンよろしく。八千代ビシャモンテンよろしく。ビシャモンテンよろしく。茨城八千代ビシャモンテンよろしく。民教連ビシャモンテンよろしく。よろしく。よろしく。三十一期ビシャモンテン気合いってっからよろしく。チビだけどよろしく。デブだけどよろしく。八千代のビシャモンテンよろしく。飛び飛ぼ集中。第三十一期ビシャモンテンよろしく。ビシャモンテンなめんなよ。ビシャモンテンよろしく。よろしく。ということでしてね、なんか2チームとも結構珍しくかっこつけてないで、振り返っていいでしょ、ね、すごい楽しかったでしょ、ね、いいですよね、ああいうチーム ね、あとはほら、あのヴィーナスはチームソングまであるということで、ね、おしゃれだよ ね、ね、そうですよ ね、ビシャモンテンの子もね、もう顔に気遣った子なんて、すごい、ね、ああいう男の子ってなんか私可愛くて好き。そうですか、ね、よかったですよね、ということでして、はい、次のチームがですね、まあ、いつものように気合全開っていう感じなんですけども、東京は遠霊、そして広島のイザナギというチームです。それじゃあスタート。ざけんな、喧嘩上等、なんかあっかや、つでも来いや。なんだよ、なめんじゃねえよ。国試遠霊、喧嘩上等よろしく。よろしく。ですね、まあ、本誌の方で子育て日記で出てたり、まあ、第2弾の方でも、投稿ビデオの方で出てくれたりしてるんですけども、今日は2代目になったってことなんで紹介したいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。ということでしてね、なんか興味とかこうやって全員集まるのって久しぶりなんじゃないですか。そうですね、ね、はい、遠霊っていつ頃できたのかな。
2年ぐらい前、はい、じゃあ結構ね今続いてますよね、はい、集会とかはどうやって行ってたんですか。みんな好き勝手に好き勝手に、はい、じゃあ人数はどのぐらいなのかな。初代ですか。ここにいるのとあと1人。あと1人どうして1人来れないの。仕事もうじゃあ OB の人たちはもう仕事して普通に落ち着いてます、はい、2代目の総長の純子ちゃんですけども今いくつなのかな。今17です。17っていうとじゃあねこれからでしょうけど総長になってどうですか。どうっていうかまだやりたいことたくさんあるから。どういうことやりたい。やっぱまだ遠霊だけで走ってないし。ああやっぱり女だけで走りたいんだ、はい、なんていうのかな揉め事とかは。まあ今んとこないです、ね、もちろんそのチーム内でも。ああうちは揉めとかは、まあ、ほとんどないですけどごくたまにバックレたやつとか。ああそういう時は総長としてどういうことをするんですか。もうとりあえず探して、うん、まあ、探してそれで終わり。いや終わんないですけどでもやっぱ殴ったりはしない。いや場合によってはしますよね。ああまあ現役の子に聞きたいんですけども、はい、どうですか遠霊入って。遠霊入って本当に仲のいいとか信用できる友達ができたし普段はやっぱ男には女には無理だよとか言われてることとかも、うん、女だけでできるようになったからよかったなと思う。遠霊に入って入ってですか。やっぱ先輩とかがいる力になってくれた。相談とかにも本当に良くなってくれになってくれるんだ、はい。特に誰とかいます。いやみんな皆さんじゃあねせっかくだから OB の方たちにも聞きたいんですけど。やることはやってくれてると思いますね。彼女どうですか今の2代目は。いやまだ気合が足んないじゃないですか。嘘どういうところが。やってるやつとやってないやつの差が激しく見えちゃうっていうか。ああいうこと言ってますけどじゃあねえどうですか。これからもっとちゃんと自分たちで早めに走れるようにもっと頑張って気合入れていきたい。じゃあね最後に気合の一言お願いします。初代の先輩に負けないように2代目も頑張るんでよろしく。3代目ひとみよろしく。3代目ゆみこよろしく。3代目ひろこよろしく。3代目えりよろしく。2代目みほよろしく。2代目かおりよろしく。国士遠霊2代目総長純子これからも気合い入れてくんでよろしく。バラのようにあでやかにトゲあるような霊人に国士遠霊ここにありよろしく。よろしく。